まだちょっとやっていきます。はい、これ今回はねちゃんとねコメントも残るように、このインスタライブの、画面を動画で、撮影もしておりますので、また古川くん呼びましょう。すごい、もう200人も帰ってきた。これもう1時間で切れるのがもどかしいね。そうなんです。飲んでます。はい、あれ。またじゃあ、2本目に乾杯。さんです。これもでもね、コロナ禍じゃなかったらね、はい。実際なんかね、居酒屋とかでね、飲んでね、喋っても面白かったんでね。はい、いやーでも僕もう本当にこうまあ谷口さん連絡くれはったじゃないですか。いやもうこれなかったらまあこんなんないじゃないですか。うんうんうん、いやーなんか感謝してます。いやでも俺は便乗しようと思ってただけやから。そう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 、いやいや、まあでもよかったよね。いや、よかったわ、うん、ね、そう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 、うん、なんかこうしもう本当になんかね失敗とかこう落ち込んでる時ってね、うん、俺らその花の仕事してるとね、うん、なんかうん、もうその時はね、確かにその時は、さすがにそうは言われへんけど、そうは言われへんし、なんか、そっちの方が、そっちが、それがいい経験になったよねって言われへんような経験もあるから、うん、なんかさすがに全部が全部とは言われへんけども、なんか、うん、そのビジネスで失敗した成功したぐらいのことだと、うん、俺ら花屋にとっては花の仕事ってやっぱそういうの大事やと思うし、いろいろいい時ばっかりの花じゃないから、うん、あかんかった時の励ます花とかもあるし、寄り添う花とかもあるし、うん、だからまあそういう経験すごいいいことやなと思うから、うん、だからねどんどん挑戦したいなと思うし、失敗も、うん、いいなと思うしね。うん。うん、そうだから俺もパリこう、結構みんないろんな人にこう、知らん人にはね、うん、なんか鼻で笑われるような感じでずっといてたけど、うん、パリ店出したいんですよって言うとなんかやっぱり、なんかこの子言い出したね、みたいな感じの空気とかやっぱりあったし、実際そういうふうに言われた時もあったし、うん、あって、まあでも、そういうのまあいや見とけよと思ってやったるぞと思ってさやってこう失敗こうすごい失敗みたいな感じになればねまたそれがいい経験やったのに、ね、うん、そんな失敗してないねんこれ。そんな失敗で何か向こうでもなんかそれなりに受け入れられてしまうね。いやいや本当でも大変なんやね、大変なんやね、決してうちのパリ店も成功とは言えへんからね、この5年なんとか持ちこたえてるっていうようなぐらいで、うん、もう借金とか もうすごいからね。本当に。いや、ちょっとグリでは借りられへんぐらいのお金を。まあ借りてましたよ、でもいつも。あ、ほんま。はい。後でちょっと借金自慢しようぜ。どれくらい借りれてるかちょっと。勝負しよう。そうやで、ほんまにね。うん。そうそう。はい、でもまあ、そうやってね、なんとかまあ頑張っていきます。でも俺らそのいいところは、俺今日
今日もなんかちょっとスタッフと喋っててんけども、やっぱりなくなっていく仕事ってたくさんあって、うん、今その自動化が進んでてね、うん、今日なんかスタッフがコンビニ行って、袋を最近ね、有料化されたやんか、知ってる、うん、袋有料化されて、もう今みんなコンビニ袋持って行ってて、レジとかももう自動でいいよねっていう話になって、で、東京近くのミニストップとかだと、もう自動のレジがあって、自分でセルフのね、レジがあってやれるんだけども、うん、でも、まあ、ああやってどんどん仕事って、人のする仕事ってなくなってくるなっていう中で、うん、なんか、職人がする仕事って、俺らがする仕事って、うん、なくならないなと思うし、その、特に、俺らがやってることって、やっぱりちょっと人に任せたいみたいなとこがあるやん。うん、で、料理とかって、うん、料理とかってもう、こんな腕のロボットがさ、シェフと同じ動きをしてさ、塩とかもファーって触れるみたいなロボットとかが出てて、うん、料理人の仕事なくなるんじゃないかみたいな感じになってて、うん、でもあれ料理っていうマーケットがすごい大きいから、外食っていうね、うん、あロボット開発しようと思うけど、花屋の仕事で俺とかグリが束ねてるブーケをロボットにしようとしたって、大して儲からへんから、そこはあんま自動化されへんっていうのもあるし、うん、なんか、やっぱり気持ちを伝えるものやから、なんか、こう、あの人が作ったな、みたいなことってすごい大きいから、そこはやっぱなくならへんものもあるやろうからね。うん。うん。だからまあその辺は、いい仕事してるなと思うし、うん。うん。うん。だから、ね、なんか、こう、まあ間違ってないんかなっていう気はね、今後も、その、うん、こうやって、今までやってきたことが、まあ職人と花屋の仕事を、うん、まあ、うん、それぞれ自分なりに突き詰めていくっていうのは、うん、いいことやし、まあ面白いなと思うけどね、どんどんやっぱり、デジタル化が進んでいくにつれて、やっぱり俺らの仕事ってアナログなところも多いし、それが逆に際立ってくるなっていう部分やっぱりあると思うから、うん、頑張っていこうねっていう話をしてたんですよ、うんね。ありがとうございます。いや、でもまあ楽しみにしてますよ。うん、で、またなんかこれからそのグリオが、ガーン行ってさ、なんかこの失敗をこう、バネにこうガーン行ったりしてさ、はい。なんかね、情熱大陸とかの時はちょっと便乗していくから、俺、なんか、先輩に花屋みたいな感じで、ちょっと登場していく。いく俺さっき何言ったんでしょう。いや。俺はね、もうほんまにね、あかんのよ。俺は、そういうの、あかんのよ、なんか。何がダメだ？え？いや、もうね、誇りがね、すごいのよ。ほんとに。なんかそういうの、テープが出ると、なんかいろいろ多分ね、誇り、身から出たサビみたいなのが、多分、いろ、なんか、俺あんまりね、際立って成功すると、なんか過去に恨みを買っている女の人たちが、なんか、みたいなことがやっぱりね、ちょっとあると思う。細々とやっていかないと、ちょっとなんかね、その辺やばい。東京に行ってたら、ちょっとこういう取材は来ませんか？東京で？いはい。あんまりないね。俺、自分で発信するやんか。でも、なんかそういうの苦手な人って、うん。人が多分なんかこの人を世に出してあげようみたいな感じで、うん。
紹介してくれたりとかすんねんけど、うん、俺もう自分で自分の言葉があって発信をずっとしてきてるから、うん、なんかね、そういう人たちはあんまり思わないみたいな、この人を紹介してやろうと思わないみたいで、うん、全然ないよね、はい、全然ない、うん、だからまあ頑張っていくわ自分で自分で発信して頑張っていくわうん、まあ、グリオも頑張っていき、はい、ね、いやもう全然その素のキャラで全然発信いっぱいしたらいいやん、見たい人いっぱいおるで、はい、うん、ね、はい、東京は行きたいと思ってます。おわはずっと思ってます、東京は行きたいと。あ、そう、いや、はい、もういや行けよ、もうそんなもん出さへんと。あの動くっていうのはすごくいいこと、はい、いいことで、移動距離ただただ別に何もそんなしなくてもただ行って動く、うん、動いてなんか人に会ったりとかなんかするっていうのは、うん、次なんかつながっていくし、うん、得られるものはすごく多いから、失敗と同じぐらい移動って、うん、すごい大事やなと思う。経験するものが大きいから、うん、行ったらいいと思う。うん、東京も、出したら、店で出したらいいと思うし、うん、拠点をね、持って、移動しながらするのもやっぱり、大変な部分はあるけどね、その店にいなくなったことによって、やっぱ全然違うし、うん、俺もその、芦屋で一人でいた時、一人ずっと店でいて、何人かスタッフと一緒に働いてた時と、うん、東京に店持って半分半分になった時から、そこがもうかなりガラリと変わった感じになるし、ね、うん、いないことがあるとか、半分しかいないっていうのはもう、全然店として違うものになる。なる。うん。感じになっていくから、その部分で難しい部分はあるけど、うん、その、古川博之の価値として考えると、うん。うん、それで、失うものとかなくすものみたいなことよりも、得られることの方が、すごい大きいと思うよ、うん、俺はそう思う。俺はパリ行って、難しいこともいっぱいあったし、やっぱスタッフもやっぱ残っていかないから、うん、店のクオリティも正直言って落とした部分とかもあるし、うん、そういうのがたくさんあったけども、長い目で見てね、アイロニーに在籍してるオーナーの谷口の価値としては、俺はこういう選択をして、価値は上がっていってるだろうから、これはまあいつか、その店に反映していけるなと思ってるし、だから人がやらへん道を行った方が、いいなと思う。うん。そっちの方が、今は本当に特になんか、二つ道があったら、その難しい方とか人が選ばへん方の道を選んだ方が、確実に、うん、価値は高くなると思うな。うわ、あいつアホやな、みたいなことをした方が、面白いし、うん、いいなと、うん。で、それがやっぱり、自分のやりたいことであった方がいいと思うしね。うん。もう、やりたくないのに、その価値が出るから、そっちの道をした方がいいとかっていうと、やっぱ続かへんと思うし、うん、自分が本当にやりたいことで、あ、こういうことしたいなと思って、それが本来だったらあんまりやらない方がいいことであっても、長い目で見たら、うん、それが大きくなって帰ってくることもあるし、ただでも、その間、俺ももうこの数年、パリに店出して数年、もう何回潰れるかなって思ったこととかもあるし、ありますか。あるある。全然あるしね。もう全然回らへん時とかもあったから、
うん、だそれはやっぱりなんとか乗り越えて回していけないとあかんとは思うけど、それができる範囲であれば挑戦するのはいいんじゃないかなと思うし、俺はまだそれそこまでその良かったなっていうほどの経験はしてないけど、うん、まあここから先にあの時まあちょっと無理してやっといて良かったなっていうのは来たらいいなと思うけどね。だから俺も東京行って経験できたこととか、パリ店出して経験できたことってやっぱり自分のそのフロリストとしての俺あんまり修行をしなかったから、うんうん、その部分ではやっぱりそういうふうに自分でいろいろ新しいことにチャレンジしていって経験できたことっていうのはその人が持ってないことを身につけられたっていうふうな自負もあるし、そこはやっぱどんどんやっていった方がいいなと思う。うん、うんうん、あうん。でもまあ、そうやって、まあ、東京来てね。はい。ガーン行ったら俺、まあ、便乗すちに行く。まあ、いつも思ってるんですけど、うん。谷口さんの、めちゃくちゃいい話と、めちゃくちゃしょうもない話のバランスが、素晴らしいです。このバランスが本当に素晴らしいと思います。なんか、ちょっと恥ずかしくなるのね。逆に。あかんなと思うね。なんかちょっといい話みたいなことをしてしまうと、はい。あかん、なんか、いい格好してしまってると思って。そうすると、なんかちょっと落とさないと。うん。まあまあはい、まあわかります。居心地が悪くなる。そうだね。うん、ね、うん。でも、面白いよね。俺、グリオには、なんか、俺らね、男性フローリストで、うん、やっぱちょっと男の人に若い男の子たちにね、うん、憧れられるような職業になっていかねばいけないなっていうのは、うん、ちょっとこの年になってきて思うねんな、なんか、うん、でそのどこもやっぱり人手不足みたいな感じになってくるけど業界としてね、うんで、そうなってくると、やっぱり、質も落ちてくるし、花買う花屋がいなくなると、花農家さんも、花作ってくれなくなったりするだろうから、もうその辺を、なんかやっぱ、いや、いいねんで、と。花屋男子、モテんねんで、っていうのを、やっぱり、やっぱり、モテんねんで、っていうのはやっぱり若い人たちに、若い男の子のね、男性フローリストたちに、やっぱりこう伝えていかなあかんから、だからちょっとグリオも頑張ってなんか、ちょっと、フライデーされるような、なんか東京行って、なんか、有名女優とか、なんかちょっと、ちょっとなんか、あいつがみたいな。あのおっさんがみたいな感じで、花屋ってやっぱモテてんなって思われるような。それ、谷口さん。いや、頑張ってくるよ。ちょっと俺たち頑張っていこうぜ。はい、頑張りましょう。文春にも、電話しよう。文集に、ちょっとすいません、取り上げてもらえませんかって言って。もうこんな僕こんな悪いことしてるんですから。頑張ろう。じゃあもうそれで本当に、ね、花業界、なんかね、俺もやるぞっていう。炎上商法もですね。うんうん。ね、やろう。そうやね。そうか。いや、本当に。
いや、でもよかったね、これね。はい。なんか、いい話、できたね。いや、僕はうん。はい。なんか他に質問、全然質問いっぱいしてもらったのに、全然聞いてなかった。募集しといて。はい、なんでも。なんか、で、今後の展望やろ？あ、何に、何からインスピレーションを得てるみたいなこともあったね。まあ、大きく言うと、やっぱり、人からは影響を受けてます。まあ、僕は常々言ってますけど、うん、まあ、谷口さんとか、のりたけさんとか。ああ、ね。の、やっぱり、作品見て、いいなって思って、うん、まあ、それを多分自分なりに評価して、まあ、自分なりに、ちょっとこう、違う形を変えて、うん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 、いうので、一回、まあ、やってみて、うん、いいなって、いうパターン、うんうんうん。あ、そう、でも、その、俺が思うに、グリオとこうやって話が、できるのは、うんうん、なんかやっぱり、なんて言うんだろうな。自分なりに噛み砕いて、うんうん、まあ一歩進めてるというか、自分のものがあって、うん、ちゃんとオリジナリティのあるものを出してるなと思うから。うん、で、全然ね、なんかその、俺は、別のものだと思うの。なんか、一緒だなと思う人とかもいんの。こんだけ発信してると、うん、こんだけ発信してるとなんか、あ、この人は、なんかその、おこがましいけども、その、あ、うちの花を見てくれてて、で、その、影響を受けてやってるんだけども、そこまで咀嚼できてないし、理解してない中で、ちょっとまあ劣化コピーって、俺はもう、すごい悪く言うとね、っていう風に感じることとかもあるの。で、その、フォロワーとして、それをね、してくれてる人とかっていう人たちはありがたいなっていう風に感じるねんけども、もう本当にその自分で、こう、同じ土俵でね、こう勝負していくっていう人が、うん、誰にも影響を受けてないです、みたいな感じで、いやでも、すごい劣化コピーだなっていうような感じの人って、うん、なんか、ある面でね、俺のある面で、その、自分がやってきた、その、クリエーションの中で、こういうことはしたくないなっていうふうに思う部分があるから、それはすごいげんなりする部分があって、うん、で、人に対してはそんなに思わないけども、うん、なんかそういうのってちょっと、こう、なんか残念やな、みたいな感じで、あんまり好きになれなかったりする部分があんねんけど、うん、まあ、そういう面では、その、グリオがうちの花見てくれてるって言っても、全然違うものを作ってるなっていうのがあって、自分の中で出力して、それを、うん、人の目で見て、ちゃんと別のものに昇華してる、うん。で、その俺がさっき言ってた人たちも、それぞれやっぱりそうはしてんねんけども、それは人の目で見て、一般的に第三者の目線で見て、そこまでは進められてないなっていう人とかもいるから、うん、なんか、まあそういうのとは違うなと思うし、自分のちゃんと路線を、うん、まあ元から持ってる人が、それを他の人のものを見て、こう、インスピレーションを受けるっていう次元でやってるなと思うから、うん、そういうのはこう、認めてるというか評価できるから、頑張ってんなと思う。
偉そう、上から言うみたいな感じになるけどね。いや上なんでいいです。僕の何かの写真を一個でも見られたことありますか？見てんで、ちゃんと見てるよ。やってることは。いや、ずっと見てるよ、そりゃ。ありがとうございます。そうやね。そういや、それはやっぱり、同じ土俵でしてるなと思うし、ビジネスで言うと、やっぱり競合にもなるしね。それはちゃんと意識して見てるし、違った路線で、こう、ファンを獲得して、ちゃんとやってるなっていうふうには感じて見てる。そうですよ。まあ、ただね、影響は受けるけど、やっぱり、まあ、さっき言ったはずは、こう、劣化コピーはやっぱりしたくないっていう、もちろんね。そこやんな。やっぱそこやろね。そうそう。ね。でもまあそれが、なんか、なんやろね。その、いろいろ見てきてても、その、こう、わからへんようにはなりたくないなとも思うし、新しい人が出てきたときに、なんか、なんとも思わへんな、みたいな、感じの、も、花にも、やっぱり、他の人には心に響くものがあったりして、それはちょっと分かっておきたいな、っていうのは、あるから、俺はすごいたくさん見てるな、と思う。いろんな人の花を見るな、と思うけど、でもまあそういう中で、その、同じ世代やからっていうのもあると思うけど、グリオはね。自分のその中で進めてるなっていうのをちゃんと出せてるなとは思うね。で、もちろんその、そういうのの中にもう出てきてると思うけど、やっぱりオリジナリティっていうのがあるから、だからそこにファンがいてて、その、グリオに習いたいとかね、グリオじゃないとっていう人がやっぱ出てくるんだと思うから、そこはやっぱり全然、だからただなんかもうちょっとなんかスケベ心みたいなのを出してもいいんじゃないかなとは思うけどね。俺はね、これ見ててなんかこれなんか綺麗にしてるけどな、もうちょっとスケベがいるよなとかは思う。俺はね。はい。俺はね。はい。うちのスタッフたちにはやっぱりちょっとやっぱりその男の子たちは特にね、やっぱスケベ心がやっぱりもう出していかなあかんよっていうのは、はい。そう、大事ですから。ね、そうなんですよ。いやでもね、本当に楽しみ、これからね、まだこのことによって変わることとかもやっぱ確実に出てくると思うし、一人になってやっていく中でね、はい、ね、こういうの楽しみですよね。田口さん、結構他の人のインスタっていうか写真とかも見たりしてはるんですか、結構。見るよ。全然見てるし、なんだろう。まあ、お客さんとかね、つながりのある人とかはフォローしておいて、どういうことしてるのか知っておきたいなっていうのもあるし、で、他のフローリストたちの花なんかも、見るね、全然見る。なんだろう、出てくるやん、フォローしてなくても。はい、出てくる人とかいるやん、見た感じのフォロワーの人が多かったりすると。で、そういう人のはやっぱ目に入ってくるし、見るね。で、なんかスタッフたちとやっぱり、その感覚を共有したいから、
だから、うちの花を見てどう思うかっていうよりも、他のお店の花を見て、どう思うかっていう感覚は共有したいから、うん、でそれはその時も、俺はグリの花を見て、うんうん、あの彼は、こういう風な感じでしてるけども、ちょっと俺はここにはスケベがちょっと足りないと思うとか、まあ、すごく綺麗なことをしてるし、なんかいろんな花を使ってていいねんけども、俺はちょっとこれはスケベが足りひんと思うなっていう、そういう違いがね、そういう違いをスタッフとやっぱり共有したいから、はい、うん、そうそうそう見てる見てる、なんかいっぱい見てるよ、いろんな人も見てるし、だからまだ知らない人とかもいっぱいいると思うけどね、うん、で、もちろんそのインスタグラムがすごく便利になったなと思うのは、うん、その海外のプロリストとかもたくさん見ることができるやん、うんうん、で、なんかそういう中でそのこう俺らそのフレンチの世界で言うとクリスチャン以降、クリスチャントルチュ以降、うん、影響を受けてる人たちとは違う世代の人たちの花がもうたくさん出てきてるから、うん、なんかそういうのはやっぱりいろいろ見て、あ、この人はどういう風な感覚で、うん、何を綺麗としてこうしてるのかとか、うん、っていうのはこう、うん、まあ、見てて面白いし、その自分のフィルターの中にやっぱ入っていくから、うん、それまあ見る見る、めっちゃ見るよ、うん、見てる、うん、アレックスに何回か会ってるんですよアレックス連絡、ゆボクールさんでね、僕は、はい、ゆうこさんから連絡があって、今日はあの俺と、グリオが対談するっていうと、アレックスが、教えてくれって言ってきてるんで、連絡があったよ。あの人はでももう本当に、才能のある人で、はい、うん、すごい尊敬するフローリストだけども、うん、うん、あれさ、俺らそのアレックスが作る花とかイベントとかね、今僕たちはアレックスカンビっていう、ミラノベースに仕事をしてる、クリスチャントルチュールのところでクリエイティブの仕事を担当してた、フローリストのことを話してるんですけども、彼の花っていうのは、やっぱり、イタリアでね、ミラノで仕事をしようとすると、うん、やっぱ花はね、素材は極端に悪くなる。少なくなるから、うん、あの中で、やっぱあれだけの仕事をしてるって、もちろんね、そのイタリアでね、仕事をするって、俺がパリで仕事をするみたいに、花は日本の方がいいけども、うん、空間は圧倒的にパリの方がやっぱりいいから、うん、まあ、花を飾って写真を撮ったりしてももう映えるのは映える、うん、でそれと同じような差がイタリアにはあって、やっぱりイタリア人とかってパリの空間よりもイタリアの建築物の方がすごく綺麗なものが多いっていうのを思ってるし、うんうん、アレックスが、まあ、ミラノの仕事をしてるのはそういう要素もあると思うの、うんうん、そう、実際聞いたわけじゃないから俺もよくわかんないけど、でもその、うん、うちにパリ店に来てるイタリア人の女の子とかが聞くと、やっぱりイタリアの、いや、教会に花飾るにしても、やっぱりイタリアの教会の方が圧倒的に美しいから、うん、イタリアで仕事しようよって言ってくるし、うん、まあ、そういう部分での綺麗さっていうのはあるけども、やっぱりその花の方に重きを置いてたりすると、イタリアで手に入る花っていうのはオランダから随分遠いし、うん、いいものがあんまり入らない、気温もやっぱ高いしね、ちょっと高いし、うん、その中であれだけの仕事をずっとしてるっていうのはいつもすごいなと思って見てるけども、うん、ね、アレックスの花もよく見る、うん、まあ、いや、すごい人分かってるんですけど、すごい人ですよね、うんうんうん、うん、そう、
すごいね。もう、でも、売り用のこと気に入ってるからね。なんでか、そういう人が見ても、やっぱ認められてるっていうことだよ。ああ、ありがとうございます。そう。うん。で、特にやっぱりヨーロッパの人に認められるので、うん、オリジナリティがないと絶対認められないから、うん。うん。そういうのはすごく自信を持っていいことだと思う。で、うん、あの人なんかはもう、花のこともいろいろ、やっぱ俺らも先輩だし、クリスチャンがもう、全盛期にね、いろんな仕事をしてきて、で、いろいろクリエイティブなことを任されてる人が見て、うん、グリオの花が綺麗っていうふうに思ってるっていうことはね、あ、自信を持っていいことだと思う。ありがとう。うんうん。そうそう。そうやって。いや、すごい、すごいことですよ。本当に。だから、どんどんやっぱ出ていけばいいと思う。はい。東京に行ってやればいいしね。はい。頑張って。僕、いや、メッセージでも言ってましたけど、もしかしたら僕は、職を失って、もしかしたら、拾ってもらえるのかなってちょっと思ったんですけど、そういうのはなかったですか？あ、俺の、そのメッセージの時に、メッセージした時に、はい、あ、はい。うちに、いやいや、俺は割と、そういうのをどんどん受け入れていきたい方やから。はい。でも、本人に意思がないと。うん。いい結果出ないから。うん。もう、それは、なんかあんまり考えてなかったかな。なんか、入りたいっていう、その、今募集とかしててね。その、うん、うちで働きたいっていうふうに言って履歴書を送ってくる人とかは、なんかやっぱり、こう、やりたいっていう意思がやっぱ前面に押し出してくれる人、うん、はい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 っていう人をやっぱり雇っていきたいから、うんうん、そこはあんまなかったかな。で、もうその、自分のスタイルはあるのを知ってるから、うんうん、で、うちのスタッフにはやっぱりうちの花をしてもらわないといけないから、うん、うちに来てくれる人っていうのはもう昔からやっぱり俺の花を気に入ってくれて来てくれてる人を大事にしていこうって思ってるから、うん、そこはやっぱり、そのうちのスタッフには、うちの花を一旦身につけてもらって、そこからそれぞれ進めていってもらうのはいいけども、うん、そこまではやっぱり、その自分のスタイルみたいなのを全然出してほしくないから、一回もうゼロにしてもらうから、うん、だからキャリアはない方がいいぐらい、うん。うん。じゃあ、仮に僕が、うん。履歴書送ったらどうしますか？いやいや、多分雇わないと思う。もう、ああ、本当ですか。その、自分の考えで、俺の感覚で、うん、この子はうちじゃない方がいいなとかって思う人もいるし、うん。で、もう本当に合ってないと、そういうのが合ってないと長く残ってはくれないなっていうのがあるから、まあ、今まで随分こう失敗してきてるけど、ね、全然人も残ってないし、いやもうすぐ辞めていく人がやっぱ多いから、うちは全然うまくはいってないけども、でもやっぱまあそういうのを繰り返していく中で、この人はうちにいた方がいいなとか、うん、いない方がいいんじゃないかなとかっていうのもあるし、うん、本心で喋ってくれてる人をなるべくその見分けたいなと思うし、うん、で、まあ、長くいてくれる人がいるっていうのがやっぱりそのグリオもね、その10年一緒に働いてくれてた人がいるって言ってたけど、うん、まあ、そういう人がいるっていうのがやっぱ一番財産やし、そういう人の数がやっぱりいい店の証やと思うから、うん、だからそれは、そういう人を、まあ、どんどんこう、育てていきたいし、残っていってもらいたいから、うん、だから、その能力があって、この人は他でやっていった方がいいんじゃないか、うん、言うと、で結局もうその人にとっていい道を提案しないと、
うちにとってだけいいから、例えばグリオがうちに入ってくれたりしたら、ある程度売り上げを出してくれるだと思うし、いいことだと思うんだけど、話題性もあるしね。でも、多分きっとグリオにとっては良くないなと俺は思うから。だから、多分雇わへんと思う。落ちました。今。面接落ちました、今。高鳴るし、人気高鳴るし、いやいや、でも全然やれるやん、ね。うん、でも、多分本当に、もうどうしようもないぐらい、仕事を失ったら、行くかもしれないですよ。うん、ない。いや、お前、一人で食っていくぐらい、もう十分できるで。十分、絶対十分できるから、それはならへんと思うけど。全然大丈夫ですよね。いや、でもこれでまたね、これでまたガーッてきますよ。ですかね。ガーッてきますよ。ね、そうそうそう、はい、ね。なんかでも、やっぱ、こう、どんだけ頑張れるかみたいなとこはね、うん、もちろんその能力とか才能みたいなものとかもあるけども、うん、まあ、やっぱ結局、俺らの仕事って泥臭い仕事やし、うん、その、すごいそんな効率よく、今のね、その従業員にそれを俺は強いるつもりはないけど、うん、職人としてそれをやっていこうとするならば、うん、もう単純に人の倍働けばいいかなっていうふうに感じるし、うん、まあそれをやっていかなあかんなと思うからね、うん、だからそれもはやれてるから大丈夫になっちゃうかなと思うけどね。はい、そう、だからそれをな、ちょっとある程度の規模でさ、人を雇ってやろうと思ったらさ、はいはい、なんか、こう、今のそういう、こう、時間で働くとかね、その、今の働き方改革の中で働く人たちを、こう、どれだけ育てていけるかみたいなことをできないといけない。うんうん、効率よく。それはもう、アホみたいな、昔みたいな、こう、残業を強いることなく、やっていかないといけないから、それをさらになんか、俺ら世代のその経営者みたいなのを工夫とか努力が必要なんやし、うん、難しいなと思う。だから縮小するのがやっぱ楽やろうなと思うけど。でもそれを一人でやってたらさ、一人でやってたら率は、効率は上がっていくと思うし、品質も上がっていくと思うけど、ほとんどの人が多分そうやって店を手放したりとか、縮小したりして、自分だけでやっていける範囲でやっていこうっていう今、特に今までそうなってたのが、コロナの影響でそういう機運が高まってる中で、うん、そのうちに関して言うとその複数の店舗を維持していくっていうのはその、うん、逆のことをするわけやし価値は高まるなと思うから、うん、それはやっていきたいなと思うし、まあ、その辺はちょっと、うん、グリにはちょっと悔しいなと思わせてやろうかなと思ってるけどね、うん、そういう部分でね難しいけどね。うん。うん。まあでも頑張りましょうよ。また一からやって。まあどこに向かいたいんかね。その花カフェをやって、どういう花カフェにそれを今度は。屋号とか決まった？決まってます。おっ！なんていうの？もうそれ、聞いていいの？また別に発表する。いや、もうせっかくなんで、じゃあ、ここで。お、なんていうの？ちょっと、書いていいですか？いやー、いいなー。
いや、もうせっかくなんでね。不発発表でしょ。あ、はい、まあ、はい。いいやん。はい、いきますよ。おはい。反対や。いや反転するけど、反転ですよ。いや、いいよ、いいよ、いいよ。もう反転するけど、それで言って。うん。はい。カチャ。はい。カチャと言います。あ、そう。はい。なんでなの？これはね。友達の名前と一緒やわ。人の名前ですか？ちょっと待ってください。一応、この表記なんですけど、おちょっと意味はこういう意味です。花とお茶っていう。花とお茶で。カチャね。はい。やっぱり、花カフェしたいっていう気持ちをちょっと込めて。いや、いいじゃないですか。はい。カチャ。はい。あ、インスタにタグ付けしてましたねって。あ、そう。カチャ。じゃあ、もうこれからはもうカチャ、元グリを。改め、カチャに、なっていくですね。ね、はい、元プリンスみたいなね、感じで、はい、元プリが、ね、あ、カチャ、あ、いいやん。はい、楽しみだよね。はい。カチャ。いやー、でも、何か、会って喋りたいですね。あ、そうやね。ほんまやね。忙しいんですか、まだ。もう、まあ、なんやろうね。そんな、今、なんか、パリ行ってる頃よりは、うん。いろいろじっくりできるかなっていう感じ。でも俺もちょっと、ワーカホリックやから、うん。だから時間あったらなんかいっぱい入れてしまうからね。そうですよね。忙しいと言えば忙しいけども、なんか、そう全然、そういうの、時間作ろうと思えばこんな感じで、うん。作れる、うん。まあ、うちもね、多額の借金を抱えてるからね、やっぱ、ちょっと、ちょっとでもしていいからみたいなね。僕、京都と大阪の往復だけでも結構時間、もったいないなと思ったんで。ああ、そうそう。大阪ね。と青山とパリに行ってめちゃくちゃ大変だなと思ってるんですけど。ああ、でも、なんやろうね。パソコン仕事やっぱ多いの、ね、うん。もう、その現場で、その水揚げしたりとか、うん。みたいな仕事よりも、やっぱ、その会社の仕組みを作って、その社員に、スタッフたちにみんなで意識を統一させたりとか、そういうことも、いろいろあるから、なんかパソコンの前に座ってることとかも多いし、で、写真のこともしてるから、うん。なんか、移動の時にちょっと座ったら、あ、写真のことできるなとか、パソコン仕事できるな、みたいなのがあるから、だからあんまりなんかその移動時間がそのもったいないなって感じることはない。なんか新幹線で2時間半座ってじっくりなんかできるみたいなとかは、なんか逆にいいなと思うし。とかもうやっぱり眠いね。単純に。最近はもう移動ってなったらもう寝てるね。寝へんから、普段あんまり。寝ないで仕事する方やから。うん。で、眠いねっか。基本。はい。だから移動時間になったらもう寝るね。なんか車で移動とかってなったらね。
だから、はい、車で移動してたんでしょ。いや、もう車が眠いですね。そうやろ、危ないで、それは危ないからね。そうそう、俺もその東京パリはその新幹線とか飛行機やから寝るなっていう感じでやってるよ。谷口さん、その、うん、10年後とかどうしたんですか。俺10年後55でしょ。はい、55でしょ。もうやっぱハゲてくるからね。今ももうねえ、ほんまもうギリギリやからね、やっぱね。別問題ですよ。なあ、なんか貸してきてもな。はい。そこがね、やっぱりもう俺のイメージでは今ぐらいでもなんかもうちょっとね、ある程度のポジションに来ときたかったけど、なんかどうもそうでもないしね。うん、まあ10年、まあやらなあかんなと思うし、うん、なんだろうな、単純にね、その、この状況で、10年ぐらいかけないと、うん、10年ぐらいかけないと、借金返せないなっていう。いやまあ、そうもある。そうもあるんですけど。はい。そうもあるんで、まあ、それを、もじもじしていって、で、なんか、その、まあ、バイアウトみたいなことは別に考えてなくてね、その、まあ、そうもできひんやろうし、うん、その会社の、まあ、価値を10年でどうやって高めていくかとか、うん、みたいなことは、そのある程度まあ考えてはいるけども、まあいい店ずっと作りたいなと思うし、多分10年後はまだ同じような感じで多分現役でやってる。ハゲ加減はどうなってるかわからへんけどね。いや、まあ僕とかなんか3歩進んで2歩下がるみたいな繰り返してるんでね。いやいや、俺もそうやで。そうですかね。はい、いや、ダムさんだってその一番の目標やった、やっぱり叶えた後に、うん、次の目標を自分で掲げるのって、結構難しくないですか。あー、そっか。でもなんかね、その、なんていうかな。人にとっては割とわかりやすい目標やったと思うの。パリに店を出すっていうのが。でも、昔から別に変わらず、そのパリに店を出してることが、アイロニーっていう店が良くなることみたいな、感じやから、で、俺もその今3つで、パリに店を持ってることで、マーケットはやっぱ世界に広がったなっていう感覚はあって、で、その、ニューヨーク行って仕事もできるし、から誘ってもらったりすることもできるようになったなと思うし、それは俺多分東京でやっててもなかったと思うの。うんうんうん、で、それはパリに店出したからそういうふうにちょっと自分の価値が上がったなっていう部分もあって、うん、で、もう、その、わかりやすく店を展開するっていう部分では、うん、これ以上もう広げていくつもりはなくて、うん、ベースができたから、飽きたから、そのクオリティをやっぱ上げていきたいなっていう部分があるから、うん、そこでどうしていくかっていう部分もあるし、やっぱ各店で、それぞれ、その、やらなあかん目標みたいなのもあるし、特にやっぱパリはまだ、何にも、そんなに結果をね、出せてないなっていうのがあんの、うん。俺は思ってるような結果は出せてないなっていうのがあるし、うん。うん、その、SNS で見てて、こう、俺の花がいいって言ってくれてる人も、その海外でちらほらやっぱ出てきたけども、とはいえなんか、ああいうのって日本のフロリストたちが、そういうふうに、海外から評価されるのって、もちろん半分は日本人の、細かい仕事ができる気質みたいなのもあるけども、うん、やっぱ日本の素材が大きいのか。うん。うん。日本の農家が作ってくれる素材の、珍しさとか繊細さ、みたいなものによるところがやっぱり大きいから、う
だから、うん、もうちょっとやっぱりその自分の創作みたいなのを一段階レベルを上げていかなあかんと思うし、それをしていこうと思うと、うん、スタッフたちをやっぱトレーニングして育成していく、で長く残ってくれるスタッフをどんどん残していくっていうのをしないとできひんなと思うから、うん、今もう今はそこにやっぱり注力してる感じやね。働きやすい仕組みというか、まあスキルアップしていきやすい仕組みを作っていくみたいなのがあるから、ちょっと外向きに考えるとちょっと分かりにくいというか、なんか、僕の視野を広げましたみたいな感じで応援したいなみたいなことはあんまり感じてもらえないから、その辺はあんまり、こう、なんかワクワクするような感じとかは感じてもらえへんのかなとは思うけど、今やらなあかんことはそっちかなと思ってる。これからね。そうやね。だからなんか、いいなと思って。グリがなんか、失敗したのがいいなと思って。いやでもやっぱり、まあ僕、ちょこちょこ言ってますけど、やっぱね、なんだろう。僕ら世代より上って、同じ人の花屋さん、そんなにたくさんいるわけじゃないじゃないですか。下の方が多いじゃないですか。そうやね。その情報が昔はそんなにね、出回ってるわけじゃなかったからね。うん。だからまだ僕とかって、まだこう、谷口さん追いかけることできるんですけど、うん。なんか、谷口さんってこう、誰に向かって走ってるんやろうと思って。ああ、そういうね。いや、俺はでももう完全に、クリシャン・トルチュがしてきたことを、追いかけてるなと思うね。やっぱり、世界的に、ああいう風にブランディングができた花屋って、今までやっぱ例がないし、うん。うん。そこはやっぱすごい大きいなっていうのは思うね。うん。うん。で、それ、うん。そこからやっぱり、こう、超えていかないと、うん。今の、その俺が20年遅れてそのクリシャンがやってたことをなぞって同じことをやったって、もう全然違う、その違うなと思うし、時代が違うなと思うし、うんうん、その辺はなんかもっと新しいことをしないと同じ位置にはいけないなと思うから、それが何なのかをずっとこう日々模索してるし、でそれはやっぱやりやすいのがパリやなと思う。うん、だからその部分ではもうどんだけそのパリで赤字出して借金抱えても、あそこは俺は残しておかないといけないなと。そうやねんな。なるほどね。そうやねん。そうそう。ね。まあでもなんかそうやっていろいろ、こう、聞いてくれると嬉しいね、なんか。インタビューみたいな。そう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 。ね。私は谷口さん、古川さん、高橋英純さんのファンです。高橋英純さんは知ってる？はい、知ってますよ。知ってる。まあまあ、同じ世代からね。うんうん。そうか、そうか。ね。まあ、なんか、今の子たちはあんまり知らなかったりするだろうからね。ね。うん。そうか。まだ日本でも意識するフローリストはいますか？日本でも何？あ、ちょっと待って、3本目行こうぜ。一回切ります。まだ1時間経ったから、一回切りますね。はい。また繋ぎます。